はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画を撮っていこうと思います。さあ、今回はですね、こちらのギルドマスターのところからですね、あれを引きたいかなと思います。香料メニューから、香料ポイント交換、これかな。はい、こちら、白くじということでね、香料ポイントのを使って白くじを引くことができます。まあ要するに、まあ香料くじですね、なんですけれども、4万3000ポイントなんとか集めました。1万ポイントで1回引けるんですけれども、いやー、これね、なかなかためんの大変でしたね。今回そのちょっと新秘伝を作っておりまして、2個ほど作ってたんですけれども、紙集めしてて、でまあ回りまくってようやく4万3000集めることができました。なのでね、今回は4回引いていこうと思います。香料ポイントっていうのは、まあ新しく来た新システムということで、 GR と装備中の武器種の GSR の両方が上限に達している場合、大型モンスターの狩猟時に香料ポイントが入手可能にっていうことで、今までは GRP、GSRP がもらえていたところが、カンストしている方なんかは香料ポイントがもらえるようになったってことでね、今回はそれを使っていきます。一応ラインナップとしてはこんな感じ、秘伝のね、外装だったりとか、まあこれ外装券とかなんですけれどもね、そういうのとか、あとはなんかガルル型ランポス、ゲネポス、イオスとか、なんかいろいろ来ますね。あとは SP 防具関係も来まして、まあってな感じでね、こんな感じのラインナップなんですけれども、僕としてはやっぱりちょっとね、欲しいのはガーネットとかかなみたいな。ガーネットでこうね、こうジョーンってこうパイナップル生やしたいなとか思ってるんですけれども、まあ引いてみようかな。とりあえず引いてみないと、なんかもうどれが欲しいとかね、でしょうがないんで、もう言っててもしょうがないんで、早速引いていきたいと思います。さあ、どんな、あ、そういう感じなのね、そういう感じ。あ、しかもこう4枚、あ、これこっちって、あれ、ギアノスって、よ、あ、ギアノスは4枚なんだ、どっかないのか。はい、じゃあ次行きましょう。ギアノス4ね、イオス4ね。はあはあはあ、何、そこのシリーズ行く気なの、そこのシリーズ行く。なんかもうちょっとなんかなかったのかね、引く時にさ、こうドーンみたいなさ、どれかな、ドーンみたいな、ああいうのなかったのかな。これなんか寂しいね、なんかね。じゃあ3回目行きましょうか。バトル SP、 あー、ちょっと待って、秘伝来てくんないかな。ちょっと秘伝が欲しいんだけど、ラスト行きましょう。せーの、はいはい、でー、ちょっと着替えてこようか。はい、外装の開放で、頭パーツ、ね、で通常防具のところのに、まずこちらバトル系はありますね。こちらにバトル系があります。僕は青でもつけようかな。でそれとイーオスとギアノスということでね、こちら外装来ました。まあ、うん、まあまあ早速ちょっとつけてみようか。じゃあこっち黄色はちょっとポイントの交換の方にちょっと使うんで、ちょっとそれ以外でちょっと使ってみようかな。はい、こんな感じですね。イオスの、外装全部で、まあ腰以外ちょっとつけたんですけれども、腰はちょっとサンタのやつでね、一番こう目立たないやつにしたんですが、こんな感じ、ちょっと胸元が開いてなんかセクシーな感じになっておりますけれども、他のですね、使わなかったねやつ、てか今後も使わないであろうものについては、こちらのポルタカード交換ということで、ああ、アイテムに入れなきゃいけないのね。はい、こんな感じでですね、ポルタカードを桜と交換しますってことで、いやー、4枚しかもらえないの。はい、これでいくらになったんだこれ。45万ですね。45万 G ゼニーになったんですが、たったそれだけということで、僕の3万、僕の2万ポイントは45万 G ゼニーに変わりました。まあでも今回のこの来たこちらについてはね、この香料のくじについては、本当に狩りをしている中で勝手にこれ集まって、でそのおまけ的な意味でね、こっちを引くっていうことだと思いますんで、こっちメインでやったらすげえ大変なんだけど、こっちはまあとりあえずついでって思っておけば、こうね、ちょっとアクセントになってくれていいんじゃないかなってことでね、皆さんしっかりとね、こちらね引いてポルタカード集めにもなるのかなと思うので、秘伝外装はね、すごくね、見た目面白いのいっぱいあるのでね、ぜひぜひつけてみてください。ポイントについてはね、モンスターごとに決められてて、で僕やった時はログインブーストとかを入れてても全然上がったりとかしなかったので、まあ本当にモンスターを選んでね、こう集めていくしかないのかなっていうふうには思いました。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次の動画でお会いしましょう。グッドバイバイバイ。